違いなの。お願い、お願い、捨てないで。てなこと言われてその気になって要望にしたのが大間違い。ついてたくまるでダメ、どこと小言を言ったらばブイと出たきり、はいそれまで。泣けてくる。改めてご紹介しましょう。今夜のゲストは BC4 スペシャルのお二人です。そしてですね、今日元気に踊ってくれたのは千代田工科芸術専門学校の皆さんでした。芸術専門学校、そうなんです。あ、そうですか、はあ、どうもありがとうございました。妖精で同級生だったこと知らなくて、はい、おぼっちゃまくんですね。びっくりしたわ、うん、おぼっちゃまくん、おぼっちゃまくん、まあその辺の話を、まあ、あっちでゆっくり、はい、楽しみね、どうぞ、はい、この番組はあなたにジョイフルタイム JT がお送りいたします。いやーしばらくでした。今日はまあ一つ、なかなかね、普段ね、うん、まあ昔からの付き合いだけども、ゆっくり話する暇なくてね。そうですね、僕が初めてね BG4 っていう存在を知ったのはね、うん、軽井沢ですよ。軽井沢でね、渡辺プロ杯っていうのがありましたね、ゴルフ、ゴルフコンペが、成績発表も兼ねてそこで賞があるんだけども、その賞の花形はもうすでにクレジーキャッツではなかったね。BG4 ですよ。そうですか。もうすでにね、そうです。我々はもう足元すくわれてね。ニュースター登場っていう感じ。お二人はその時初めてお会いになってどうなったんですか？いやでも口も聞けないですよ。遠くからこうやって見てましたよ。憧れの。それで、成績発表とかされるんですよね。その時ね、何にも話題がないのに。言ってるだけだったけど、盛り上がっちゃうんですよ、バカ。全然100も何ともないんだけど、これ上がってきた人指差して笑ってるだけだったけど、会場が盛り上がっちゃう。内容何にもないんですけどね、ただ指差して笑っちゃってるんですよ。どうなんですか、すごかった。いや、なんかね、なんていうのかな、まあ普段の植木ひとしと無責任シリーズの中へ出てくる植木ひとしはこれ別で会ってほしいんですよ、僕にしてみれば。ところが一般の方はあの映像の中のいわゆる平仁志と植木仁志は同じでなきゃ納得しないのね。そうするとそれを逆手に取るっていうか、言ったって不思議はないわけ。そうですよね。だからそれをそこで使うっていうかね、あの態度の悪さは勘弁してもらえるやっぱ皆さんでもそれ待ってましたよね。そうですね。いやいやいや、いつ出るかと思って、ね、安心しちゃうんですよね、やっぱそういう。でもお二人がこの行政のね、この同級生ってことを聞いて僕はびっくりしたんだけども、行政ってね、ご存じない方すごく、お坊ちゃま学校、
クレイジーキャッツにも行政が3人いてね。そうなんですか。あの桜井千里さんね、うん、石橋英太郎さん、犬塚弘さん、この3人行政なんですよ。大先輩、戦前ですよね、でも。いや、本当戦前ですよね。昭和10年代ですよ、彼らが行政通ったのは。でもクラスメートっていうわけじゃなかった、存在はしてたぐらいですけどね、やっぱ高校生入ってからですね。その同じクラスになったのは高校生になってからね。小学校から知ってましたけどね、人数少ないですからね、学校は、うんうんうん、だけど全然違うクラスでしたから。どんな子供だったんですか、お互い。どんな子だったんでしょうね。普通の子でしたね、僕は。自分でこいつはね、結構勉強できたんですよ。で、一応ね、まあ、途中から思いっきり崩れましたけど、僕は普通だったんですよね。僕は普通だったんですけど、こいつができなかったんですよ。じゃあ意外と対照的なキャラクターだったんですか。そうですね、途中まではね。それ音立てて飲むよ。ごめんなさい、ちょっと今。まあ気楽に。で、音楽を始めるにあたって、あれですか、もともとコミックバンドを目指して。いや、そんなことないです。最初は音楽、最初からコミックバンド目指す人ってあんまいないですよね。いないですね。一応ね、かっこいいね、うまくなりたくて本気でやるんですよ、一応は。あのベンチャーズとかこう入ってた時でしたから、僕はうちの、好きでしたけどね、一番ギターを始めたきっかけはうちの兄貴がやり始めたんで。江戸山口。そうです、きっかけっていうんですかね。雄三君の方はどうなんですか。僕はね、あの僕の親友がね、エレキバンド始めたんですよ。で、そんなことしたら、エレキバンドっていう方ですね。エレキバンド、そうそう。まあそういう始めたもん で、うん、でそんなことしたら不良になるしね、将来もう、大変なことになるから、やめろって言いに行って、そこのメンバーになっちゃったんですよ。ミイラ取りが未来になって。でもそういうお二人がこういう方向になってたのはどういう原因だったんですか。まあ、その本当のバンドのきっかけは、まだあの浪人してて、まだ大学行かなきゃいけないかなみたいな、 あんま行く気はなかったんですけど、なんか偉大を目指してたんですよね。一応ほら、あのうち親父が医者なもん で兄貴がそのバンドに走っちゃって、で次僕が走っちゃったでしょ、ダブルパンチになっちゃって。で一応大学受けなきゃいけないかなと思って、後継ぎはいなくなっちゃった。受けたんで、まあ、入るわけないなと思って受けたから入るわけないんですけど。本当に骨使ったんですけどね。骨はあの30点以下効きませんって言われて、後で恥かいちゃった。でその時にうちの兄貴がバンドやろうかって、ちょうどうちに遊びに来てたんですよ。たまたまね、遊び行って2人でね、ここにギターつまみて歌ってたんですよ。したらお兄さん起きてきて、なんでそんなことやってんだ、一緒にやろうって。いやダメですよ、僕受験があるからって2人で言ってたら、何言ってんだよ、儲かるし女にモテるぞって、その場で話決まっちゃった。そっから今まで。そっからなんですよ、人生その一言で。まあね、半分遊んでるみたいなとこありますか。まあ僕らクレイジーキャッツっていうグループが、やっぱり、よくあんなスケジュールが取れたと思うんだけど、月の3日か4日は地方へクレイジーキャッツショーで行くわけ。すごい。この地方へ行くクレイジーキャッツショーのネタ作りが、これが大変だったの。その忙しさの中でよくそれだけ、あのなんていうのかな、妥協しないでできますよね。普通だったら忙しいから、まあこの辺でいいってなっちゃう。いや、まあ僕はね、考えてるようなふりしてね。これはまあ考える人のポーズだけども、実は休んでんだ。ほんでね、あの花ちゃんっていう人は考えない人。そうですか。考えないですか。あの人はほとんど考えない。よく喋りますけどね。一応もっとか言うじゃ言ってるみたいですけど。あの考えるのはね、あの谷圭さんね。ああ谷さん。それから犬塚さん。はい。桜井さん。こういう人は考える。大体頭がいいから。頭がいい人は考えるんですよ。あ、みんな行政出身ですか。あれ。そうそうそう。あれ。うん、僕たちいただいたらそのままポーッとしてやってますけどね。それでね、やるでしょ。ああダメだ、そこはこうしろ、これは花の仕事。なるほど。じゃあ一応分担されてたわけですね。そうそうそう。だからあの全然考えないくせにあのイチャモン使うっていうのが花始めね。イチャモンぴったりですね。考えるようなふりしてこうし深刻な顔してるんだけど、何にも考えないのがウィーリッシュとして。これムード作りで大切なんですよね。自分にとってるみたいなね。でも今花さんのお話ってよく出ますけれども、お二人は同級生だったけど、植木さんと花さんはそもそもどのように出会われたんですか。これはね、
東京駅の八重洲口の前にね、東京クラブっていう駐留軍のまあクラブがあったんですよ。八重洲口の前に。ええ。そこへね、まあ僕は利根克己さんっていうバンドが出てて、そこへバンドボーイで、まあある人の紹介で、うん、バンドボーイで入ったわけ。まだ学生ですよ。うん、でまあもちろん学生だから学生服着てたら、背広着てね、こう足なんか組んで、おい学生ちょっと来い。言ってんのがいるわけ。ね、は、あの植木です。どうぞよろしく。ああそうか、よしよしよし。俺の言い通りやってら間違いないからな。夕方バンドの人が来たら、あのステージをきれいに掃除して譜面台揃えてドラムセットしてっていうふうに、うん、俺がまあ言うから、俺の言われた通りやってら間違いないって言った。あそうですか。まあよろしくお願いします。ああよしよしよし。っていうようなこと言ってんのが一人いるのよ。それで事情を聞いたらその人もバンドボーイなの。スーツ着てんですか。もうスーツ着てんの。ブルーのダブル。ほいでね、年格好も似たようなもんじゃないかなと思ったんだけど、まあ一応まあ聞いてみようと思ってね、あの失礼ですけどおいくつですかって聞いたら、俺か、俺はまあ16だよ。16で僕その時19だから。16ですか、そうですか。これが当時野々山貞子って言ったんだけども、これが現在の花始め。なんかお二人が音楽学院かなんかの時に花さんが音楽学院、僕ら渡辺プロ入った時に、そうそうそう、あのじゃあ花さんに教えていただこうみたいな話になりまして、でいろんなことを教えてくださったんですけど、なんていうんですか、例えばこうマイクがあってですね、これをこうベロベロ舐めろって言うんですよ。あの顔でブルブル、まあ面白いだろって言われるんです。面白いんですけど、花さんの顔だと面白いんですけど、困ってしまいましたね、そのとこは。どうしていいか分かんなくて。教えてくれることがすごいんですよ。いいか、お前鼻噛んでみろ。は、なしで噛んでみろ。いや噛めないです。どうだ、鼻噛んでるみたいだろとかね。すごいこと教えてくれる。バンドの練習見に来て、僕びっくりしちゃいましたね。この前あのご一緒した時も、これちゃんちきってあるじゃないですか、こうやってなってきちんちきちんちきちんって横でこうやってらっしゃるんです。で僕の言うぞ言うぞ、はいはい、うまいだろ。失神そうになるみたいな。なんかね、あっちやっちいけとかこれやれとか言われとかって言うぞ。そんなこと言う人います、本番中に。面白い方ですね。いや最高ですよ。まあ、でもちょっと営業の話にもなりますけど、大失敗したとかっていうお話ありません？この間ね、この間ね、それか、藤田誠さんに久しぶりで会ったの。はい。そしたらね、彼がまあ、いろんなとこへこう時々その営業で行くらしいの。そしたら中村モンドね、あの必殺仕事人か仕掛け人か、はい、あれの中村モンドの話をしたんだって。うん、そしたらあの人は婿殿で、本来ならばあの婿に来たら子供ができるっていうのが、これが婿としての資格なんだけども、子供ができないと返されるっていう、そういうあの話をしたら変に静まり返ってんだって。おかしいなと思ったら、そこの受け入れ側の社長が向こうで子供がいないんだって。うわ、でそういう事情を知らなくて。ああ、そういうのありましたね。そういうのありました、ね、あります。あのよくハゲネネタっていうんでないんですけど、こいつのことハゲハゲって僕再婚再婚って言い合うネタがあるんですよ、うん、いつも受けるんですけど、シーンとしてて、おかしいな、そこの社長がハゲで再婚してたんですけど、一番前にいるからみんな気遣って笑わない。どうもおかしいなと思った。こいつがもしかしたら社長だったら大変だなと思ったら、そうだったんですよ。だからあの暗くてハゲハゲなんて言ってて、パーッと明るくなった時、社長がハゲでこんなさってると困っちゃうみたいな、ね、いつもと違う、そう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 、感じをね、冷ややかな雰囲気が伝わってくるんですよね。もうね、笑いっていうのはあのなんていうか、その時臨機応変にやらないと本当大変なことになりますからね。いや、あの花ちゃんのね、お父さんっていう人が愛知県の人だったのね。そのお父さんの兄弟っていうのがね、舞台の真ん前、一族老と親戚から兄弟からずらっと並んでね、前でね、
あの僕らがやってる目の前でみんなでおいおい泣いてんの。それどうしてですか。こんなに立派になって仕事ができてるっていう。情けなくて。っていうね。いや大変なもんだ。こんなに大勢お客さんが来てね、こんなに出世して大変なもんだっていうのはね、まあ込み上げてきたのかね。ずらっと並んで泣いてんの。これは盛り上がらなかった。まあはっきり言って営業妨害だ。それで、ただ花さんもやっぱ そういう家系だなって分かるもんな。すぐベルベル泣いたりするから。花さんね、泣いたり怒鳴ったり謝ったりすごいですからね。涙もろい家系なんだ。あの人は謝らない人だけどね。怒鳴るのはよく分かるけど。いやいや、あんまり怒鳴りすぎると謝ったりしますよ。あ、そう。もうね、花さん一番前行ったらね、僕たちとステージ、まあ、一緒の時に途中で上がってきちゃったんですよ、うん、急に、うん、でいきなり前後ってお前らなんで笑わないんだって客を脅かしたんですよ。しらけるね。僕らあんまり受けなかったんですよ。確かに反則のあれだったんですよ。で感性の悪い奴に商品は売れないとか急に言い出したんだよ。うわどうしよう。それではどうぞだってもう笑わせどうやって笑わせたんですか。結構思いっきりきますよ。あだけどもまあね、僕もあのクレイジーキャッツ時代はネタ作りで大変な苦労した覚えがあるけども、モノマネしてんのっていうようなこと言われると、次出るまでには今まで一度も見せたことないネタを見せたいなと思うけども、頑張ってもできないっていうようなことある？もうやっぱりネタ探しが大変ですよね。ねえ、このなんかそのアイディア一発ですからね。ですからその昔のモノマネと違ってそのこのプラスアルファの部分が大きいですから今、うん、似てなくても笑わせちゃえばいいとかね、雰囲気とか下手するとそういう感じですもんね、うん、今ね一応お二人のこのなんて言うんですか、モノマネリストというかそういうのまとめてみたんですよ。レパートリーの広さね。ねえ、女性から男性まで、ね、だいぶ雰囲気でごまかしてるのもあるんですけどね。せっかくだからやっていただきたくありません？この前ほらえさだまさし聞いちゃったもんね。あさだまさし、まあいいんだね。はい、ちょっとお願いしますよ。まだぜひ軽くお前を嫁にもらう前に言っておきたいハゲがあるってそういう。なんともまあ見てて辛かったな。僕もどっちかって言うとね、彼に見劣りしないぐらいおでこは広い方だからね。おでこと頭の区別がないって今言われるんですけど。じゃあ雄三さんにも何かしていただきたいわ。どうしようかな。じゃあキングトーンズいきましょうか。キングトーンズがこれがいいな。サングラスいらない？あった方がいいですね。あった方がいい。サングラスちょっと持ってきてよ。スタッフが多い。でもあれですね、浮木さんのモノマネをなさる方って少ないですか？お盆さんが多いですよね。お盆さん、それに、うん、それをね、目の前でやられてね、デリロライアさ、俺んとこへ声をやりながら入ってきて、それで僕をふっと見て、あ、お呼びでない？あれっつってね、たったこれだけなんだけどね、本人の前でやるのよ。これは驚いた。これで出る声が似てるっていうんだから。だからいきなりここでね、あのキングトーンズなんて言ったってサングラスもないんじゃね、雄三君だって乗らないからね。ところがそんなことかと思ってですね。急に入っちゃった中に。世界に入っちゃった。きっといいつか。ね、もうこれだけでもう十分来てるもんね。いや持ってきてよかったですよ。なんかトンネルズの石橋貴明さんも下宿なさってたんですって。なんかね下宿、まあ、あの彼がまだ売れない頃ね、あのよくうちに
あの居候みたいなことしてましたけどね。何ますかなんかでしてたらね、遅くなると帰れなくなっちゃう。そうするとね、必ずうちに電話かかってきてね、元気とか言って、おめえ来てんなら来いよって。うちにもね、一回来てね、でうち何にも飲み物なくて、であの錆びてるトマトジュースを渡したら二度と来ないですね、それから。あいつ食い物と着替えがないと来ないですよ。僕の靴下持ってったりね、パンツ履いて。昔ね、ジャズ喫茶やってる時にね、小坂和也が遊びに来てね、植木さんち今晩晩ご飯何って言うから、ね、それ同じパターンですよ。あの多分今日はカレーライスじゃないかなって言ったら、花さんち今日晩ご飯何って言ったらね、それでね、遊びに行く先を決めるんだよ。いやいや、それに近いとこありましたよ。うわーと思ったけども、うんうん、お酒飲むんですか？僕飲みます。あ、二人とも飲みますよ。あ、それはいいですね。すぐ酔うんですけど、酔っちゃうと飲んじゃうんですよ、余計。一緒には飲みます。一緒には飲みます、ね、酔っちゃうと飲んじゃうんだっけ。うん、分かる。酔っちゃうと普通やめるんだよね。そうですよね。いや、酔っちゃうと飲んじゃうってのは法律だね。いつもね、やめようやめようと思って飲むんですよ。うん、と酔った瞬間にわーって飲んじゃうんですよね。だってどんどん濃くなるんですよ、もう最後もう それはあの、飲んでるうちに美味しくなっちゃう、楽しくなってきちゃうんですね。あ、楽しい、いいお酒だね。どんな方と飲むんですか普段？僕はめちゃくちゃですね、あのバレーボールの河合くんとか、うん、東山くんとか、うん、結構なんか若いやつばっかりが多いですね。俺も20代とか、いい男揃えて、モテたことないですよ一緒にいて。でも一応ね、こういう連中と一緒じゃね、割り食うわね。そう、思いっきり食っちゃいますね。ゆうぞうさんはどんな方だと思うんですか？僕は最近はね、なぎら健一さんとかね。バリウム沼さないで。植木等のモノマネは僕が一番うまいんじゃないかと思うんでね。ここで一曲植木等のモノマネをやりたいと思ってます。あ、本当に？今月の歌でね、あの新しいんですよ。あ、そうですか。新曲、新曲。植木等のモノマネいきますか。今月の歌。つらつらと夢ん中、通り過ぎる風に揺れる春よ。あんなたんに恋した、あんなたんに恋した、昨日見るよ。そうだ、つらつらと夢ん中、春夏秋冬、つらつらと夢ん中、まぶしすぎる光、痛い夏よ。誰かに急いで、誰かに急いで、短い手と解く、それ人生来週もよろしく。似てた？ウィキスチャンも。この番組はあなたにジョイフルタイム JT がお送りいたしました。